みなさん、こんにちは。しおりちゃんのしほです。はい、というわけで今回ですね、なんと今日私一日ね、ママをしていきたいと思いまーす。ということで、今回はね、料理作ったり、いろいろママのことをします。ママは今日はバーマンになるということで、よろしくお願いします。バーバーあんま風邪もしないのね。バーバーですから。そう、私はママなのでね、もうバーバーは何もできないということです。一気にお年寄り扱いですか。はい、そう、それで私ママなのでね、料理とか頑張りたいと思います。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、ということでね、まだリミがね起きてないということで起こしたいと思います。イエイ。はい、というわけでね、リミね、多分もう私の声で多分ちょっと起きてると思うんで、ここから叫びたいと思います。リミ起きてー。多分起きてるんですよ。リミー起きてー。おはよう。やっぱ着替えてたか、起きてたか。今日何するかわかる？今日私、一日ママやります。ママ。そう、私ママ。今日からママ。新ママ。新ママ。じゃあね、私がママなのに、リミ子供ね。はい。前から子供だけど。ということでね、ご飯作ってくるから待ってて。お腹すいたでしょ。お腹ペコペコ。ペコペコ。じゃあ作ってくるから待ってて。今日の朝ご飯何？ピザと。リミの好きなやつ。ほんと？じゃあ作ってきます。待っててね。待ってる、見る。はい、というわけでね、やっていきたいと思います。でね、ピザトーストなんで、まずパンを用意していきたいと思います。そしたらチーズを乗せたいんだけど、あ、忘れてました。あの、最初ケチャップ塗るんでした。どれくらいだっけな、忘れちゃった。これぐらい。よし、次チーズいきたいと思います。できました。はい、できたね。チーズ見事乗せたのでね、上からケチャップかけたいと思います。見た目もよくない。味が良ければいいの。こういうのは味が良ければね、いいの。なんかマックみたいなさ、マックだよこれ。でもいいよ。だ。ね。で。よし、オッケー。カートになんか。ほら見てください。角になんかほら角にね、なんかねつけました。なんかケチャップがあんまね、なんかついてないのかなと思って。じゃあこれを今から焼いていきたいと思います。すっ、焼いていきましょう。これはアルミホイルを引くのかな。アルミホイルはどこかな。ありました、アルミホイル。ただアルミホイルはぐちゃぐちゃにして使うと思うんですよね、多分。大丈夫、これ巻けば。だってもうぐちゃぐちゃだっちゃう、みんな。いや、仕方ない仕方ない、どうせぐちゃぐちゃにするんだから。あれ、あ、アルミホイルってもの見て。で、チーズジャムがこちら。こちらも手でビリって切っちゃいました。これを多分ぐちゃぐちゃにするんだと思います。これをこうやってぐちゃぐちゃにして、こうやって離して、え、あ、あのさっきの多分さ、アルミホイルのやつで切っちゃったんだ。オーマイゲー、見てください、上で。
さっきのあのアルミホイルのあのなんかやつで切っちゃったっぽい。どこ？私昨日もねここ切ったんだよ。あ、昨日あの友達と遊んで外でね、あの自転車乗ってたらね、なんかぶつかっちゃって。オーマイガー！はい、というわけでね、切っちゃったんですけどね、ちゃんと絆創膏あったんで大丈夫です。じゃあ焼いていきましょうか。乗せたいと思います。いいよ。で、これでトーストは2から3。よし。はい、というわけでね、今焼いてるのでね、待ちたいと思います。チーズとろけてるよ、ほら。美味しそう、めちゃくちゃ美味しそう。ちょっとこっち汚くなっちゃったけど、まあ、味は一緒なんで。よし、大丈夫です。ほら、結構良くない？ほら、見た目結構いいよ。4等分だとね、すごい食べやすいので4等分に切りたいと思います。ママ何？早く食べたい。待ってね、もうあと切るだけだから。あの、これでも食べやすいと思うんだけどね。よし、できました。いいよこれ。はい、というわけでね、こちらにヨーグルトもあるので、ヨーグルトも出したいと思います。私はね、このブルガリアヨーグルトのいちごが好きなんですけど、ミミはね、こちらのマキバナーサっていうね、このヨーグルトが一番好きなんで、こちらを出したいと思います。で、私が食べるときこれです。お盆にね、あ、ちなみにこちら100均です。こちらのお盆に乗せて、よし、じゃあこれで持っていきたいと思います。お持ちいたしました。よし、どう？食べていいよ、まだあるからね。いただきます。おいしい。おいしい、よかった。いつもママが作ってるのとさ、味違う？うん、一緒？うん、よかった。じゃあリミ、リミ宿題やってきな。宿題塗ってないでしょ。やってきな、宿題。はい。バイバイ。ママ、キッキンボ。よし、じゃあ私は掃除機かけたいと思います。白コロのトイレを変えたいと思います。コロンおもちゃ欲しいな。いいや、からほら、いくよ。
で買います。かわいい、かわいいな。かわいいね、相変わらず白黒は。次は、学校用か、今日は明日やります。今は白黒とじゃれ合いたいの。シロンかわいい。なあシロン、ミミ宿題大丈夫？大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。あ、私も傘苦手だな。傘っていうの苦手。傘超苦手。ママ、これどうやってやるの？3リットルは30リットル。デジリ30。次はそうだよね、ミリリットルで。1リットルは何ミリリットル？100ミリリットル。そう、書いてくる。食器洗いたいと思います。周りに移した。懐かしい、しほちゃんの口がさ。はい、できたね、休憩です。かわいいな。はい、できたね、今イオンに着きました。今日はママなのでね、日常品とかね、食品とかをね、買いに来ました。ただね、今ね、時間がちょうどお昼なので、外でね、ご飯を食べちゃいたいと思います。これはね、夏休みあるあるです。お昼はね、ちょっと外食しがちですよね。食のお母さん先にね、お腹空いちゃったので、ご飯行く？じゃあご飯行きたいと思います。サイゼリアに行きたいと思います。私はドリアかな、今日は。はい、というわけでね、今ね、サイゼリアでご飯食べてきたので、日常品の買い物をしていきたいと思います。ママ、ん？今日の夜ご飯何？今日はね、私手作りのシチューだよ。シチュー、リミも作る。お手伝い。重いんですけどね、お米買っていきました。重いね、これやっぱりね。お水で買うときも大変だった。はい、ということでね、これはね、しまいたいと思います。ゴー！いやー、ここでいい？はい、でね、今回はね、シチューを作るとね、今回シチューはね、粉ルーじゃなくて粉のやつを使ってシチューを作ります。まずね、野菜を切ると思うんだよね。玉ねぎとかを切るんだと思うの。じゃ最初に玉ねぎとかじゃがいも、人参とかを切っていきたいと思います。はい、ということでね、こちらのピーラーを使って皮を剥いていきたいと思います。今ね、私ね、久しぶりなのよ。はい、ってきてね、じゃがいものね、皮が剥き終わったので、
っていきたいと思います。終わりました。はい、というわけでね、終わったのでね、ボールに移していきたいと思います。よし、終わりました。次にね、人参のね、皮を剥いていきたいと思います。皮剥きね、好きじゃないんだよね、正直言って。人参ってどこが皮で、どこがさ、なんか身か分かんなくない？正直同じだもんね。みんなわかる？正直言ってね、あ、でもちょっと色は違うのか、オレンジだけどちょっと色は違うのか。はい、ということで皮剥き終わったのでね、切っていきたいと思います。ね、今回はね、そんな使わないで半分ぐらい使おうかなと思います。どっち、どっちだろう。切りやすそうなのでこっち使います。こっちの方がなんか、こっちは大きいからさ、こう取って。大きくなっちゃったっぽいけど、まあいいでしょう。こちらもボウルに移します。うわ、難しい、目が痛いですねこれ。頑張ります。これめちゃくちゃいい、ほら。取れちゃったいいよいいよ、使えればいい。はい、ということで目が痛いんですが、入れたいと思います。玉ねぎ見たくない、目が痛い。切ったから、はい、終わりました。はい、次行きたいと思います。無理だ無理だ無理だ。払う？ね、いいの？はい、ということでまだ目が痛いんですけど、お肉次切りたいと思います。あー、痛い、すごい痛い。どんどん切っていきます。よし、 OK。 この半分はね、また今度使いたいと思います。アンラップだよ。さらーん、あー、また切っちゃうよ。よし、 OK です。はい、ということでね、あの野菜とかお肉が切り終わったので、あとはこの説明書を見ながらやっていきたいと思います。油油を2杯。じゃ、どれぐらいだ、大さじ2って。どれでいっか。これぐらいに。こぼせないように炒める。で、中火って何？中火って何？わかんない。あ、光ってみて。中火がわかんないから。中火はもっと下げる。真ん中。いや、よ？ここ？いいか。ほほほほ。あ、寝たー。入れます。跳ねそうで怖い。あ、跳ねないか。跳ねない。よし、痛くなってきたよ。左目負傷しました。目が、左目だけ痛い。なんで右目は痛くならないの？
なんで？痛い。うん、だいぶ痛めになってきた。だいぶ痛めまってきた。温まってきた。はい、よ、だいぶ良くなってきたのでね、お水入れたいと思います。水は1400ミリリットル、まず500ミリリットルです。いやー、結構多いよ。あ、待って、蓋する場合は水の量は10杯分1250ミリリットルだって。はい、蓋しちゃいけなくなりました。だってね、ほら、ここにちっちゃく書いてあるの。ほら、ここにね、ほら、下の場合にね、ほら、鍋に蓋をする場合、水の量は10杯分1250ミリリットルって。でも本当はここのね、水にね、ちゃんと1400ミリリットルって書いてある。ここなぜかこっちのなんかちっちゃいとこに書いてありました。最悪だ。まあいいでしょう。20分です。タイマー。2、3。はい、20分。やりまーす。はい、というわけでね、今シチュー煮込んでるんですけど、その間にね、おにぎりを作っていきたいと思います。作れるかな。でね、で、ご飯なんですけど、いいよ。だね、今回おにぎりにする具はね、しそです。間違えた、昆布です。ごめんなさい、昆布です。しそ昆布。まず昆布を、どうしよう。一貫も入れちゃいます。もうね、分かんないのね。もう適当に、これぐらいかな。もうちょっとだけで、じゃあこれをおにぎりの形にしていきたいと思います。ダメだ、無理。もうこれしかできない。ダメだ、もう無理。後からお米足さないと無理かもしれない。あ、いけると思った。で、愛情よくね。テンポよくね。どうしよう、なんか崩れそうで仕方ない。いいよ、見てください。ほら、いいでしょ。ほら、よくない？いいでしょ。これでいっか。ほら、ちょっと空いてるけど、ほら。いっか、これで。はい、というわけでね、海苔を巻いていきたいと思います。ちょっと大きいので半分に折って、で、どうしよう、どういうこと。いいじゃん、意外と良くない。ほら、意外といいよね。ほら、あ、できました。待ってね。そしたら、あ、本体入れたいと思います。待ってね、ちょっとおにぎりちょっと入れたらやりたいと思います。あ、汚いよ。よし、大変だな、お母さんっていうものは。うわ、大変だな。そしたら少しずつ入れるんだって。入れて溶かすんだって。溶けるのに相当時間かかる気がする。
もういいか、全部入れちゃいます。大丈夫大丈夫、後から牛乳入れてとろみつけるだろ。大丈夫、溶ければいいの。こういうのは溶ければいいの。あ、やばい、息の重くなったかもしれない。大丈夫大丈夫大丈夫、いいよいいよ、一気に白くなったよ。いいよ、めちゃくちゃいいよ、すっごくいいよ。溶けなかった。でも溶けたよ。よし、溶けました。見て見てみんな。あー、せっかく作ったのに。やばくない？ほら、見て、うん、最悪。あ、ごめんなさい。はい、というわけでね、じゃあね、10分煮込みたいと思います。よし、その間もう一回おにぎり作るか。次、鮭作りたいな、鮭のおにぎり。よし、よし、オッケー。どう？ほら、結構さっきよりうまくなった気がする。ほら、ほら、見て。ほら、さっきよりうまくなったよ。いい感じ、いい感じ、いい感じ、めちゃくちゃいい感じ。あ、忘れてた。塩があるのでね、塩をちょっと振りたいと思います。待って、これでいっぱい出たらどうしよう。辛くなっちゃう。あ、怖い怖い。これぐらい？あ、なんかかかったよね、今。大丈夫、大丈夫。まんべんなく振るの。あ、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 もう出してる。捨ててました。かき混ぜます。あ、忙しいね。いいね、いいね、いいね、いいよ。よし、オッケー。こうやって、ほらほら、よくない？ほらほら、見て見て見て、ほらほらほら、見て、これすごいでしょ、ほら。あ、待って、今の話今の見なかったことにすれば。崩れてる。まあいいよ、別に。崩れたって味は美味しいんだから。はい、というわけで、しほりみでね、2つ完成しました。完成しました。いいじゃん、これ。こっちにやろうと思ったんだけど、こっちね、かぶせたってなんかもう、バーンって爆発してるから、こっちに、なんか屋根みたいのつけました。出来上がり。牛乳の用意。はい、というわけでね、牛乳は300だそうです。入れます。300って意外と多いな。で、左で混ぜるのもやろ。一気に入れちゃいました。よし。これでもう5分ですね。すごい、もう完成だよ。もうすごい。もうすごいよ。すごい、もう完成だよ。やば。はい、ということでね、こちらささみなんですけど、白黒、私の飼ってる愛犬がささみがね、大好きということで、こちらをレンジでチンしていきたいと思います。あ、今から、今はね、白コロのささみをね、ちょっと柔らかくほぐしてます。ささみだけじゃ栄養とかもね、足りないと思うのでね、こういうやつも入れて栄養なんたら整えていきたいと思います。あ、やばい、やばいことになりました。ブロッコリー忘れました。まあ、いっか、もう作っちゃったもんね、仕方ないよ。みんな待ってるし。よし。はい、というわけでできました。ちょっとね、彩りが悪いですね、ブロッコリー忘れたせいで。まあね、いいでしょ。じゃあ、これをね、です。持ってきたいと思います。